はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日はこのドル買い、この流れに尽きるかと思います。もう早速ね、チャートの方を見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。僕が見ていたのはここのレンジからの抜けですね。まあどちらに抜けていくのか。なぜここでレンジができたのか、それはその前の動きです。この下落のトレンドがあったんですけども、このポイントというのは戻り高値。この下落の流れが反転するのか、それとも継続するのか、その流れを見ていきたかったんですよね。昨日はこのレンジからのブレイクの流れが出ています。さらに言えばその前、この赤枠というのは8月の高値安値、この8月の高値も抜けているんですよね。これが示す意味というのもすごく大きいです。見ていくためには少し大きな時間軸も見ていかないとわからないので、次は日足を見ていきたいと思います。はい、こちらが日足に月足を重ねています。ドルというのは今年の春3月4月ぐらいからこの下落のトレンドが出ていました。月足を見ていくと高値を切り下げる動き、そして安値を更新する動き、この流れがずっと続いていたんですよね。この流れが9月に入って一旦止まるかもわからない、そういった動きを昨日は示しているんですよね。この8月の高値を抜けています。ただね、これ月足基準で見ていますので、この月足がどうなるかはまだわからないんですよね。あと1週間ほどありますので、この1週間でこの月足がどうなるかを見ていかないといけないんですけども、少なくともこの短期足は一度高値を抜くことで、この8月の下落のトレンドを止めようとしている。この流れを理解できるだけでもだいぶ大きな違いがあると思います。この流れを見ることで、大きな意味でのドル売りの流れは一旦リセットの形になります。あとは今後の動きですよね。もしこの辺りで引けてくるような形になってくると、今度はこの下落トレンドが止められた後の形、つまり調整の流れになってきます。調整ということなので、この底根圏で持ち合いを作ることもあれば、若干の反発、こういった流れを示すこともあります。どんな調整になっていくかというのは継続して見ていかないといけないんですけども、まずはこのドル売りの流れ、大きな流れですね、これが止められたというのはすごく大きなニュースにはなってきますね。ただ流れを見ていけば、この下落のトレンドがすごく強くあります。なので戻れば売りの流れというのも出てくると思うんですよね。なのでこの下落のトレンドが止められて、さあドル買いだとはまだならないんですよね。この後の流れを慎重に見ていく必要はあります。相場としてはどちらかというと、このトレンド相場よりも持ち合いの相場の方がやっぱり難しいとは思います。どうしても流れが止まってしまうとね、この止まったことを確認したブロ派の流れと、この継続した売りの流れを見ているベア派の流れ、これがどうしてもぶつかってしまいますので、持ち合いであったり突発的な急騰急落もあったりします。特にサポートやレジスタンスあたりの値動きは難しくなってくると思いますので、注意は必要だと思いますね。8月の高値を昨日は抜けてきました。トレンドも出ています。まずはこの日足の上昇の流れを追っていくことになります。まずは高値更新、そして安値の切り上げ、今日もドル買いの流れというのを見ていくことになりますね。ただ注意をしていきたいのは、この大きな流れで見たらわかると思うんですけども、まだはっきり抜け切っているというわけではないんですよね。例えば週足や月足基準で見ている人たちにとっては、このあたりというのはまだまだ売れるポイントであったりもすると思います。日足が一本抜けたからといって簡単に反転の流れを見ていけるような小さな波ではないんですよね。この波というのはすごく大きな波です。日足が高値をつけたとしても、まだまだ高値からの売りは警戒が必要です。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。目立つのがこのドルの買いの動きですね。そして似たような動きをするこの円の買いの動き、このドルと円とを比べる、つまりドル円の動きを見た場合、昨日は円安の流れになっているんですよね。当然これドルから見れば円は安いですけども、じゃあクロス円はどうなのかというと、円以外の通貨というのはもっと売られているんですよね。つまりユーロから見れば円高の動き、これはポンドから見ても豪ドルから見ても同じです。円買いの流れというのが出ているんですよね。この円の存在というのがすごく面倒くさくて、例えばドル円で見た場合はどちらの通貨も買われている、どちらがより買われるかを見ていくというのはやっぱり難しいと思います。流れを見ていくんであれば、今日もドル買いの流れというのは見ていきたい。それに対して円というのはやっぱりドルについてきますので、ドルに対して円を売るのではなくて、それ以外の通貨ですね、これを売っていた方が流れには乗りやすいんではないかなとは思ってしまいますね。この流れを踏まえて、今度はドル円を見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。ドル円の流れを見ていくと、昨日の日足の動きはすごく大事な動きをしていると思います。直近の流れはこの下落のトレンドですよね。高値を切り下げて安値も更新しています。こういったサポートも割り込んでいますので、下落のトレンドがはっきり出ている。この流れが止められたのが月曜日、この月曜日安値は更新しなかったんですよね。この流れは火曜日も続いています。つまり安値の切り上げ、高値を更新する流れ、
ここには波の底が少し見えてきたんですよね。まだまだね、これ安値を試している形になりますので、ある程度の反発が終わればもう一度安値を試すような流れもあるかもわかりません。というか僕の場合はこういった安値を更新するような波の場合は、一旦安値をつけた後というのはもう2度3度サポートを意識するような形というのが出てくるのが普通だと思っています。なので日足は高値の更新ということで波の反転が見えてきたわけですけども、例えばこの起点部分へ向けた V 字の流れというのはあまりイメージしないんですよね。どこかで売りの流れは出てくるんではないかなと。であればこのドル円の戦略としては、まずはこの日足のトレンドが続く限りはロングの流れを見ていく、もしくはこの高値を更新する流れが止められた後の形ですね、戻り売りの形を狙っていく。ドル円はこれからどんどん難しくなってくると思います。こういったブル派ベア派の考え方が共存する形になりますんで、攻防の流れが出てはその結果を見ていく、そういった流れが続くこともあると思います。こういった一方通行の相場よりはよっぽど難しいと思います。どういった流れをイメージしてもいいと思いますけども、常に自分とは反対勢力も存在している、これは忘れないようにはしたいですね。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。この4時間足のトレンドが綺麗に反転しています。戻り高値を抜けたことで、今度はこの底からの上昇のトレンドが新たに生まれています。パッと見ても4時間足の波はすごく綺麗に見えます。ということは波の反転を見ていくためには、この4時間足は一つの基準になってくるんではないかなとも思います。例えばロングの流れを見ていくんであれば、4時間足のこの青い波、これが崩れない限りはどんどんロングを狙っていく、そういった流れでもいいと思いますし、この大きな波の戻り売りを狙っているベア派にとっては、この青い上昇トレンドが崩れないといけないんですよね。ショートを狙っていくんであれば、この青い波が高値を更新できないような動き、例えばこういった動きが出てきた時に、ショートを狙っていくのも面白いかもわかりません。僕は今どちらの目線の話もしていますけども、実際どちらの目線もいるのが今の相場だと思うんですよね。その決着の予想をする必要は僕はないと思っていて、どこかで分かりやすいタイミングというのはきっと現れてくると思うんですよね。その流れを抑えたいなと思います。ドル円というのはブル派もベア派も混在しているチャート、すごく難しいと思いますので、その難しいというのを頭に置いて、微妙な形でエントリーすることのないように、よりはっきりとした形で根拠を持ってエントリーはしていきたいですね。僕は個人的にはこの下落の戻り売りを狙っていきたいなと思いますけども、現状4時間足は上昇トレンド、まずはこの流れを止めないと売りというのは狙っていけないとも思います。はい、こちらが5分足に1時間足を重ねています。4時間足では綺麗なトレンドが見えていたんですけども、1時間足で見てみると、この調整の段階で小さな下落トレンドが見えるんですよね。なので今の4時間足のトレンドを1時間足で測ろうとすると少し難しいんですよね。この下落のトレンドを見つけてショートを狙ってしまうと負けちゃいますんで、こういった流れを一度ドル円は見せてくれていますので、今後の流れもこの1時間足に振り回されないようにはしたいですね。こういった短期的な下落のトレンドがそのまま大きな下落の流れにはならないかもわからない。波を見ていくんであれば、やっぱり4時間足の波を抑えた方がいいのかなと思います。こういった小さな波はあくまでエントリー、精度を上げるために使用するのであって、今現在はね、流れを見るためには使えないかなと思いますね。はい、こちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。ダウは昨日も下に抜けてしまっていますんでね、今日調整が少し入ったところでこの反転の流れを見ていけるわけではありません。むしろこの戻り、どこで売られるかを見ていくようなチャートかなと思います。それだけこの下のサポートというのは重要だったと思うんですよね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。見ていたサポートはここですね。このサポートの上で、3ゾーンと見てもいいかもわかりませんね。天井圏を作って、この天井圏からの反転の流れ、直前の流れを見ていけば、この上昇トレンドからの反転の流れということになります。まだ押し安値は割っていませんので、どこかで押し目買いというのはあるかもわかりませんけども、一旦は週足がこれ抜けそうになっていますんでね、この抜けを見ていくことにもなるかと思います。ただ注意が必要で、この抜けた週足というのはまだ閉じていません。先ほど日足は1本、昨日は反発の流れになっていましたけども、今日明日明後日、残り3日間でこの週足をもう一度戻すような形になってくると、これは週足はサポートされたということにもなってきます。こうなると状況は大きく変わってくると思います。僕はもうこれ抜けてしまったんじゃないかなと今は思っていますけどもね、戻すことも一応頭には置いておきたいですね。はい、こちらが日足に月足を重ねています。今月残り1週間、こういった陰線で終わってしまうと、これは高値を切り下げる流れにもなってきます。こういった形がはっきり見えてくれば来るほど、上からの売りの流れというのは強まってきますんで、やっぱり売りというのは警戒はしていかないといけないですよね。トレンドが出てしまえば大きな下落になってくるかもわかりません。
ダウに関してはブルベアの分岐点を割り込んでしまったかなといった印象も受けてしまいます。この割れた動きによって僕自身はこのダウに関してはもう売り目線でしばらくは見ていこうかなと思います。はい、こちらが日経平均の CFD 1時間足に日足を重ねています。ダウは弱い形なんですけども、日経平均はこのサポートをなかなか割ってこないですよね。逆にすごく強くも感じます。さらに言えばこのサポートを割り込んだとしても大崩れするような形というのが日経平均はないんですよね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。確かに少し上値が重くはなっているんですけども、週足はまだこれ高値圏でのレンジ相場、今の値動きというのはこのレンジの中にできている別のレンジ相場の加減なんですよね。仮にこの枠から下に抜けてきたとしても、この流れを見ていけるのはこのレンジの加減まで。そう思えば下げというのは限定的なんですよね。ダウと比べて日経平均が強いのはこういったところもあるのかなと思ってしまいます。このレンジの高値圏ということでの売りもね、まあ、検討はできるかもわかりませんけども、これだけ高値圏でレンジ相場続くと逆にショートが溜まっているのかなと、そういうふうに勘ぐってもしまいます。どちらの方が大きな流れが出てくるかと言われれば、僕はこれ上に抜けた方がね、トレンドとしてはしっかりしたトレンドが出てくるんではないかなと思ってしまいますね。ダウに比べれば日経平均はとても強い、そういったふうに感じます。はい、こちらが金の CFD 4時間足に週足を重ねています。この調整の動きから少し決着がつきましたかね。下の方に抜けていますので、まだ週足は閉じていませんけどもね、この辺りで今週閉じるとなると、この高値からの下落のトレンドというのが見えてくることになります。ただし直前にはこれだけの上昇トレンド、押し目があれば当然押し目買いという流れもあります。どこかでブルベアの攻防というのは出てきそうですけども、どうですかね。これだけ強い相場だったんで、一旦は押し目買いの方が優勢にはなってくるんではないかなと。チャート自体はとても強いんでね、なかなか崩れるような形まではいかないんではないかなと思いますね。今見えているこの下落の流れというのはあくまで短期的な流れになってくるんではないかなと思っています。ただしね、この調整という意味で考えれば、これだけの期間の上昇だったので、調整の期間が長引いても全然おかしくはないと思います。反転の流れを見ていくにはもう少し時間も必要かもわかりませんね。はい、ということで、まあ、ドル円に関してはすごく難しいチャートになってきました。このレンジからの下落の流れ、この下落の流れからの戻り売りを狙っているベア派というのは間違いなくいると思います。一方7月の安値、この辺りをサポートに、この底からの上昇の流れを見ているブル派というのもいると思います。どこかで攻防というのが起こると思いますので、まずはその攻防を見つけていくこと。流れとしては日足の反転の流れ、この上昇のトレンドが出てきそうにもなっていますので、今日の値動き、まずはこの日足の上昇、高値を更新する流れというのをね、抑えて、これが更新しなければね、これは売りが強く出ているということにもなります。ただその結果ってすぐには出てこないと思うんですよね。なので慌ててショートをする必要もなければ、慌てて押し目買いのロングをする必要もない、じっくり値動きを吟味してエントリーはしていきたいと思います。この105円の切り板というのもすごくね、やらしいところにあると思います。本当にこの後のドル円の動きというのはすごく難しいと思います。トレードする際はこの相場は難しい相場であると、それはちゃんと理解してエントリーはしていきたいですね。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別に動画の方を作りますので、でき次第概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。